うわ、面白い。これネタとしてはかなりヒットなんだけど、僕すいません、ありがとうございます。あ、車も車も、あ、車も、ごめんなさい、車の特徴教えてもらっていいですか。この車はソーラーパネル搭載の車なので、自家発電型の軽キャンになっていて、2000ワットのまで の家電が使える大型のインバーターが、おー、インバーター。でこのインバーターもですね、自社開発の2000ワットのタイプになります。ここに入れたんですか。うわー、うちの場合ですね、バッテリー関係とか、はい、水回り関係とか、全てこう壁に収納してしまって、バッテリーに関してはもう車の下です。低重心を目的としているので、ちょうどデフ付近ですね、車のことを分かる方はそこです、はい、デフ付近にバッテリーを置いてますので、車内に置いてない分広く使えるんです。下にもバッテリーがある。そう、キャンピングカー用のバッテリーが本当車の真裏についてます。はい、この裏についてるんですか。はい、本当この真下ぐらい。マジですか。はい、奥の方にあると思います、グレー色の。あちらの奥ですね、あれです。あ、全然違和感がない。はい、はあ、すごいですね。邪魔になってないし、ね、下の出っ張りもないし、基本的にはうちは7割普段乗りっていう設計をしているので、はい、キャンプばかりではなくて、普段はしっかり広く使えるようなレイアウトにしてます。すごい。うわ、冷蔵庫も置いてる。テレビがここだ。はい、これもオプションでつけることができる。そうです。よくアームでつけるところもあるんですけども、結局走行中に動いてしまったり、はい、上にポップアップなんで上に上がるときに邪魔になるっていう方もいらっしゃるので。あ、そっか、はい、そっか。あ、ポップアップ広いですね。へえ、座ってみてもいいですか。はい、やっぱりこのポップアップがあると、はい、もうなんか開放感だったですし、閉鎖感があんまりなくなるというか、こういうね、これが上がることによってだいぶ全然違いますよね。そうですね。あと暑さ問題が相当軽減されますね。上から熱気は抜けてしまいますし。確かに。あと、まあ女性の方は立って着替えがもう2メーター以上ありますので、はい、床から天井までが空間がある分、立って着替えができるとか、うん、そういったことの関してはかなり好評を得てますね。これなかったら、こうやってやったり、なんか大変ですもんね。これ乗っかっても立てますよ。ほら、あ、すごい。ああ、逆に上の方が広い感じますね、広く。面白いね、考えるね。しかし、こんなの海外にはないだろうな。面白いことで、はい、ここにあるテーブルありますよね。まあ、床、椅子の上に置いちゃうとですね、はい、こう、ふかふかになっちゃうので、一応ここにテーブル、こういったテーブルがあるんですが、はい、これはですね、ステアリングのテーブルとしても使うんです。はい、こちらに。面白い。これ、ここのハンドルにこうやってつけて、飲みかけのとか、はい、あと携帯電話とか車の鍵とか、はい、寝てる最中にここに落ちてると便利なので。あー、なるほど。初心用に使う時のテーブルになります。あー、なるほど。運転中にこれは危ないですもんね、これね。停車中のちょっと、ね、危ないですね。はい、考えてんな。しかし、わ、すごいな。これアップルテーブルっていう名前です。アップルテーブル、あ、はい、リンゴの形化してるから。アップルテーブルなくすんですよ、鍵とか、はい、携帯とかも。あれなんて、ここに置いとけば、寝るときここに置いとけば忘れないですもんね。そうですね。こういうアイデアがすごい大好きです、僕は。この車はですね、100ボルトの出力もついてるんですよ、車自体。あ、外部電源、はい、出力、あ、ここにコンセント、あ、出力、はい、これはないと思います。これがこの車自体が電源になってるわけですね。そうです、この車が電源。すごい、はい、電化製品ここで。だから例えばですけど、携帯充電もサクッとこうあーってここでできたりもしますね。あと家にあるこういうわざわざキャンプ用の道具を買わなくても、家にある電気スタンドをそのまま持ってって、うん、そのまま挿してもらえばつくようになりますよね。こういうふうに 100V 電源が取れるようになります。エンジンかけてなくても。そうです、今はもうこの発電した電気で、蓄電したバッテリーで 100V に変換して使えるようになります。これも同じように 2000W のものが使えます。あー、こう
ここで電源ってすごくないですか。あ、これが給電くんの売りだったんです、はい、災害時大活躍ですね。そしたら災害に必要なんですね。あ、そうですか。面白い、めっちゃ面白い。一応ポップアップがないタイプで四駆オートマターボの一番上のグレードだと300万ぐらいです、はい、今の状態で。2000ワットのインバーターがついてたり、バッテリーを大きくしてたり、あともちろんソーラーも乗っかってますね。で、水回りもついてますし、はい、だいぶ、そうですか、税込みですね。ちょっとさ、なんか安くない？へえ、安くないですかこれ。うちあの縫製から家具から完全自社なんです、ええ、で外注使ってない分そういったところが多少安くなっていくかと思います。安いです。だってソーラーパネルもついてるんですよ。へえ。でポップアップルーフ付きだと50万60万ぐらいですかね。あ、ポップアップ、あ、これだとこっちですね、はい、あ、なるほど。びっくりした、びっくりしたね。これがこの値段かと思って。それでも、それでもこの値段ですよ。4駆オートマターボ、ポップアップついて、これすごい、なんか通販の番組みたいでね。これもこれも、あとアメ横みたいでね、おまけ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 1000円って。確かに、うん、アメ横で働いてたからさ。あ、これはちょっと参りました。本当、なんだろう、震災が起きた時とか、はい、もう一時的にここでね、はい、過ごすことできますもんね。そうですね、生活できる。地下発電型は強いですね。そうそう、はい、あの電気が使えるというのは強みですね。あ、これはちょっとすごいですね。奥さん用に買っちゃおうかなみたいな。いやでもね、で自分の息子もあと2年も経たないで18歳ですから。あ、そうですね、お免許取れる年ですからね。中電くんですね、まずは K から。18歳の誕生日プレゼント。いや、びっくり。これちょっとかなり僕の中では、今までやってきた中でもかなりの衝撃的なことばっかりで、ありがとうございます。いいっすね、もう使ってみてください。あ、面白いです。ありがとうございます。これずっと積んでおきます。はい。